はーい。こんにちは。沖縄おパぱぱです。はい、えー。今日の10名さんですね。今日は10名さんから動画を上げてくれておりました。とりあえずね、こちらの情報は私の意見ではありません。10名さんの意見ですので、どうぞお、10名さんのね、リンクから飛んで、えー、何かご意見がある人はね、10名さんに、えー、どうぞおっしゃってくださいませ。ということで、えー、22秒ですね。例のね、1月の件です。 多くのね、愛の刻々の人たちがね、D の S によって捕まっていたということですね。そしてね、明の衆のね、とうとうがね、その愛のね刻々者に出してね、えー、私はタイガーが嫌いだ。はい。私はあいつとは何の関係もない。と書いた書類にサインをすれば自由にしてやると言っていたそうです。はい。なんかね、 まるで文のね、カクカクの時のね、はい、チーのチーのピッのようだと多くの人はああ言っていたということです。はい、これは誰から学んだんでしょうかということですね。はい、そういうことでございます。はい、2分12秒ですね。2日前ですね。オーストのね、オーストですね。えー、ラリアリアリアのね、デモデモにね、 なんと、タイガーちゃんの旗が、ということでね、えー、お目覚めが、オーストのね、ラリラリアーでもね、始まっていますよ、ということですね。そして、えー、2分40秒です。パンの、パンですね。パンののんのんさんです。はい。パンののんのんさん出てきます。そして、3分の1秒ですね。パンののんのんさん。多くのメディメディアーのね、えー、記者たちに向かって、えー、 ベロンベロンですね。ベロンベロンと、バイのじっちゃまですね。バイのじっちゃまが犯したね。えー、悪いことだと言ったということです。これは私たちのことではないと。はい。そしてさらに、3分18秒では、なんとお、パンののんのんさん、え半、ー、半のね、 激撃を開始ということです。はい、えー。ごめんなさいね。こうしないとね、えー。一回これまたあの黄色来たんでね。こういう風に言わないとまた黄色来ちゃうんでね。はい。そういうことです。はい。えー、タイガー関係のものはね、最近黄色が結構来るようになってるので、えー、注意して言ってます。はい。そして3分18秒。3分54秒ですね。はい。タイガーちゃんとパンののんのんちゃんですね。 関係が割といいと思うと言ってます。はい。10名さんはね。なぜならあ、パンのね、のんのんちゃんですね。えー、オンのね、オンオンのね、シャッシャーになりましたからね。そういうことです。はい。そして4分の8秒です。パンののんのんさんですね。カックーのね、ブンブンキッキーとね、接触してます。はい。多分ね、タイガーさんがね、この、ブンブンキッキーをね、 ファンののんのんさんに、ええー、見張らせるっていうこととね、あと、女王の方のね、女王の方の、シューシューということだろう、ということです。はい、ええー、そういうことですね。あらららら、こっち行くのこっち行くんですかシューですかはいはい。そうですね。はい。そして、ええー、6分の49秒です。はい、えー。正当防衛の男の子ですね。 はい、えー、実はこの男の子は、なんかね、アンアンのなんちゃらにね、襲われました、集団で。えー、そのため、えー、正当防衛で、えー、9、1 0を使っちゃったんですけどね。えー、それが問題になっていったようですね。はい、そして、えー、8分です。裁判官がね、えー、裁の判官がね、この男の子のやったことはね、えー、本当にあの、理にかなっていると。 はい、えーな、なので、えー、陪審にね、その点を考慮するようにとね、えー、言ったということですね。はい、えー、そして、えー、あなた方の立場からね、えー、サバサバーって言ってはいかないというふうなことを言ってます。はい、正当のな、 正当な防ええ、ではないとね、証明できなければ、あ不公正な裁きをしたときはね、ええー、陪審員ちゃんね、取り替えちゃいますよ、と言いました。はい。実は、あこの週はですね、えー、17歳以上ですね、えー、90ですね、を持ってもいいことになっているので、えー、合法です。はい。そういうことです。はい。えー、違法だ、違法だって騒いでたんですけど、実は合法です。そういうことです。 そして11分45秒ですね。トラちゃんです。えー、タイガーちゃんですね。11月11日にね、私たちは強くなってね、えー、戻ってくるよーと言及しました。はい、えー。私たちへのメッセージです。私たちも強くなるということですね。はい。そして12分の10秒です。トラちゃん、なぜあなた方は無法にね、 えー、年に入ってね、物をね、こう、壊したりとかね、人をね、こう、傷つけたりっていう人々をね、なんで調査しないのかって言ってますね。あのねあ、あんなんちゃらですね、あんなんちゃら。はい。えー、まあね、民のね、民の衆のね、とっとはね、えー、こういう人たちと仲良しですからね。 はい。でもね、え利をした後は、ぽいぽいですけどね。はい。えー、まあね、反応、なんじゃないかということです。はい。どうして今、こういう話題が、あたくさん出てきているのでしょうかということです。はい。それはもうすぐ12月ですからね。はい。12月です。そう。あのね、えー、国空のね、国空の、はい。国がありますね。はい。え、国がたっぷりです。国空の最最のね、問題がありますから。 はい。そういうことです。はい。皆さん期待しましょうね。はい。そして、えー、13分の24秒からですね。えー、ヨーのね、ヨウヨのね、ロッパロッパの闇の勢力ですね。いろいろ拡乱しようとして、えー、まあ、やってるみたいですけど、D の S はね、浮くですね。浮くのね、ライライナーにね、近づいていますけど、浮くのね、ライライナーの人々は、 あの、パスパスいら、いらねえよっていう人たちなので、えー、だからね、多分ね、この提案には乗らないだろうということです。はい、えー、あれですかね、かまぼこがね、えー、食べさせられちゃいますからね、<laughs> いやもうそんなことになったらね、えー、文句多分ブーブー出るでしょう。はい、そういうことです。はい、16分30秒です。どうやらね、肉まんちゃんです。はい、中の肉まんちゃんは、あ D のね、 ss と手を組んだようですね。なぜなら、あまあ、写真見てください。はい。13個の肉まんです。はい。そして13はあの数字です。で最近、あの、肉まんの動きがおかしいです。ということですね。はい。そして17分33秒です。はい。今のシナーの利用ですね。はい。シナーのリオはね、どうやら、あタイガーちゃんとね、仲良し小良しのね、 えー、プープーのね、ティンティンさんですね。を、なんか、目障りだから、潰そうか、ということになってるみたいですね。はい、えー、D の S にとってね、えー、プープーのね、ティンティンは目障りですから。どうしてかというと、はい、水、え、位、ー、ですね。水位ですね。はい、水位のふとふとのね、システムを使っていませんからね。はい、えー、お金が回ってこないということです。はい。えー、そしてね、 今面白い状況が生じています、えー。株とかね、金とか、普通どっちが、かが上がったらどっちかが下がるんですけど、今両方上がっているという不思議なことが起きています。これはそのまま、あープープー、ティンティンとね、洋のロッパロッパーの関係に通じるところがあります。はい。よく考えましょうということですね。そしてね、えー、タイタイですかタイタイですね。海に泳いでるね、美味しいタイですね。その他のね、えー、世界中のね、えー、いろんな国のね、 人々がね、かまぼこパーティーは嫌だーってね、えー、デモーデモーが起きているようです。はい。はい。かまぼこパーティーね。まあ、魚に、魚ですからね、かまぼこにされてはね、やっぱりね、嫌でしょうね。はい。そういうことですね。はい。9月にね、えー、アメ国の人たちはね、かまぼこ嫌だーとね、多くの人が、ああね、 えー、仕事を離れてしまいましたということですね。その傾向は今でも同じですということです。そして、えー、世界中でね、えー、かまぼこやだやだのね、デ、え、モ、ー、デモ,デモが起きているということですね。多くの人たちがお目覚め中であるということでした。はい。いいニュースですね。さて、日、え、本、ー、はどうなるんでしょうかね。日本は。はい。なんかまだ眠ってる人が多いですけどね。 はい。そういうことでございます。ちょっと心配です。私としては。はい。それでは皆さん、またごきげんよう。沖縄おばばでした。はーい。